手話を広く知ってもらおうとナンションでスタートしたみんなでつながる手話ワーワーのコーナーです。今日も一緒に学びましょう。今日学ぶ手話はこちらです。夏バテ、うん、夏バテは以前紹介したあの夏ですね、手でこう内輪を仰ぐ様子、うん、この夏にバテをくっつけるんですが、あの手でちょっと鼻をさする様子、右手でね、うん、これで夏バテなんですよね、組み合わせると、はい、夏バテ、うん、ではこれをやってみますよ、まず、うん、せーの、夏バテ、バテバテ、はい、もう一度、うん、夏バテ、はい、では相手の方に夏バテ大丈夫ですか、うん、と聞くのもね、習いましょうね、うんうん、で大丈夫ですかは、右手の指先を左胸、右胸の順番につけて、うん、で相手の方に尋ねるので指先をお相手に向けます、うん、大丈夫ですか、うん、なので夏バテ大丈夫ですかとなります。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、覚えましたか大丈夫ですか、いきますよ、大丈夫かな、せーの、夏バテ大丈夫です か、はい、もう一度、うん、夏バテ大丈夫ですか、お、できてます、皆さん素晴らしい、なので相手の方にもね尋ねてみてください。今日は夏バテと大丈夫ですかを学びました。皆さんも手話でコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。以上、手話ワーワーのコーナーでした。